シンガポールの印象は、まあ、とにかく暑いです。僕は東北出身なので、寒いところでずっと育ったので、この暑さがちょっとやっぱり最初は慣れなかったし、練習中も本当毎日30度以上の中で練習をしているので、それが一番シンガポールに来て辛かったことですね。あとは料理もやっぱり日本のものとはだいぶ味付けだったり料理のメニューが違うので、まあ、今はだいぶ慣れたんですけど、最初は、まあ、美味しいものもあるんですけど、それで最初にちょっと戸惑ったりもしました。今シーズンの目標は、まあ、チームとして1試合でも多く勝てること、あと個人的にもより多くの試合に出て、まあ、できれば点に絡んで、どんどん点に絡んでいきたいし、まあ、自分でも得点できたらいいなとは思ってます。で、将来の目標は、まあ、まだ具体的には決まってないんですけど、まあ、とりあえず今一生懸命頑張るということと、あとは、まあ、これからずっと生きていく上でサッカーに携わって生活していければなと思います。